もうおしまいよー。おしまいだわ、マリサー。いきなりか。どうした霊夢。日本はこれからおじいちゃん、おばあちゃんばっかりになって、誰も仕事しなくなるのよ。みんな仕事しなくなったら、どんどん貧しくなるのよー。ああ、もうおしまいよー。待て、日本の労働人口は増えてるんだぜ。え？労働人口が増えてるの？いや、まあ、減ってると言った方がいいのかな。どっちなの？どっちといえば。はっきりしなさいよマリサ、はっきり。あなたがはっきりしないで、どうするのよ。待て、なぜ怒られるのかわからんのぜ。まあ、とにかく、労働人口ってものを整理するからこっちを見るのぜ。生産年齢人口と労働力人口？この二つの言葉の違いが確信をつくことになるのぜ。しっかり、まとめていこう。生産年齢人口とは、日本の場合、15歳から64歳までの人口。全員が含まれている。全員ってことは実際に働いている人の数ではないってこと？学生、主婦、入院中の人たちも、全部含まれているのぜ。逆に、生産活動をしていても、65歳以上は含まれていない。単純に年齢で人口を分けている。なるほど。一方、労働力人口はまず、15歳以上。年齢に上限がない。次に就業者と完全失業者の合計数字になっている。そうか、こちらは、高齢でも働いている人は含まれるんだね。でも、失業者も労働力人口に含まれるの？そうなんだ。まず非労働力人口という言葉があるのぜ。これは、学業や家事に専念している人の数。労働力人口はその逆で、失業中でも所得を得て働く意思のある人は含まれる。なるほど、自分の意思がポイントだね。でも、さっきから気になってるんだけど、二つの人数に差があるってことは、15歳以上になれば、みんなが外で働くわけではないってことなのよね。そこが現代のポイントだぜ。もともと、非労働力人口は少なくない。学生、主婦、65歳未満でも働かなくて良い人などがいるから、その分、労働力人口は少ない。ところが、変化がある。増減を見てみよう。生産年齢人口は急激に減っている。しかし、労働力人口は横ばいまたは微増だ。え？増えてるの？両者の数が少し近づいている。少子高齢化の日本で、生産年齢人口が激減しているのはわかりやすい。一方で、学生、女性、高齢者などで働かねばと考える人が増えている。そうか。今まで働いてなかった層が、労働に参加し始めているんだね。平たく言えば、抵抗感が人口減少にわずかに勝っている状態だ。その抵抗がどこまで続くのかが、悩ましい日本のテーマ。学生、女性、高齢者のライフスタイルが変わり始めたけど、限界があるものね。そこで賃金が上がってくれると良いんだけど、むしろ物価が少し上がり始めた。今日は、そこに踏み込む前に、まず、二つの労働人口についてもう少し深く見てみよう。よろしくお願いします。まず、生産年齢人口の過去、現在、そして未来を探ってみよう。こっちのグラフを見てくれ。日本の生産年齢人口の推移なの？まず注意してほしい。これは未来の推計値を含んでいる。ただ、2060年頃までは、ほぼ、この推計値で異論がないんだ。ある程度、未来は決まっているんだね。そうなんだ。順番に説明していこう。青色の棒グラフは生産年齢人口の実数、つまり15歳から64歳までの人口の数を毎年調べたものだ。赤色の線グラフは、全人口に対する生産年齢人口の比率を表している。このグラフを見ると、1990年代がピークだったってこと？そうなんだ。今から30年前、1990年代は、全人口の7割近くが生産年齢人口に入っていた。ところが、2060年を見てくれ。将来は5割近くになることが決まっている。そうか、全人口の5割。15歳から64歳が、7割から5割に減っちゃうんだね。1950年代も低かったように見える。しかし、これは15歳未満が多かった。今度は高齢者比率が高くなる。そうか、もともと、子供が多かったから、生産年齢人口も増えたってわけね。日本の未来にとって、このテーマは重要だから、もう少し掘り下げたい。どうしても避けられない話として労働力移動があるのぜ。労働力移動？全体の生産年齢人口の減少も大切だが、生産活動は地域ごとに行われていることが多い。そうか、日本全体で、均一に生産年齢人口が減るわけじゃないんだね。海外から見ると、日本はとりわけそこが極端なので、避けられないんだ。少し脱線するが、こっちのグラフを見てくれ。三大都市圏の人口占有率？日本の三大都市圏に、総人口の何パーセントぐらいの人が住んでいるかを改めて調べてみた。緑色が東京圏、紫色が名古屋圏、黄色が大阪圏。この三つを合わせて三大都市圏だ。100年間の推移を一枚にしてある。三大都市圏全体で、33% から53% まで増えてるの？途中で一度減っているのは、もちろん太平洋戦争が原因だ。しかし、その後、急激に伸びて、日本人の 50% 以上は、この三大都市圏に住んでいる。すごい比率だね。
世界でもなかなかここまで集中している国は少ない。ただ、名古屋県と大阪県はもうほぼほぼ伸びてないんだ。そうか、東京圏が増えているんだね。具体的に言うと、東京圏の人口占有率は、現在、29% にまでシェアを伸ばしている。さっき見たように、日本の生産年齢人口は30年ぐらい前から減っているのだが、東京圏への移動は止まっていない。じゃあ、他のエリアはますます、生産年齢人口が減っているんだね。昨今、東京への転入超過が鈍化しているという報告が上がっているんだが、生産年齢人口の減少を考えると、そりゃあ、止まってくれないと困るというのが、他のエリアの感想かと思う。日本全体の問題だけど、東京だけは安泰というわけには、いかないよね。少し脱線してしまったが、人口移動は今後ますます重要になるので、注目していたい。了解よ。今日は、次のテーマ、労働力人口について話を進めよう。こっちのグラフを見てくれ。労働力人口の推移なの？50年ほどをまとめてある。生産年齢人口が1990年代まで伸びる。労働力人口もそこまで増えた。テーマはその後で、横ばいから微増に移っている。本当だ。てっきり労働者は減ってると思っていたけど、微増している。この労働力人口を男女と年齢で切り分けていく。まず男女だぜ。なるほど、青が男性、赤が女性。え？女性が半分に迫っているんだね。女性の社会進出という言葉があるが、話は単純じゃない。働きたくて働いている人もいるが、働かねばで働き出した人たちもいる。そうか、自分の意思とはいえ、状況はいろいろだよね。生産年齢人口が減っているので、男性の労働力人口自体は増えてない。しかし、女性が微増を生んでいる。詳細は女性をテーマにした時に譲るが、労働力の中で女性の比率はかなり高い。そうだね。役職とか給料は別として、数とシェアが増えているんだね。女性が仕事しやすい産業構造に変わっているのは事実なんだぜ。ただ、給料と生活が見合っているかは、別の話。まあ、今日のテーマは労働力人口なので、大きなテーマ年齢で切り分けていくぜ。こっちは45歳で分けてるの？男女関係なく、一度45歳で分けてみた。逆転現象が起きているのぜ。本当だね。シニア層の方が、完全に労働力人口が多い。それって、どういうこと？他の動画で労働時間や労働生産性を扱っているんだけど、日本は若年層が減っていることがポイント。全体の減少以上に大切かもしれない。日本は生産性で他の先進国に比べて、負けているからね。日本の経済復活には、生産性の改善が不可欠って言ってたけど、シニア層が変えられるかどうかなんだね。技術進歩に生産現場が追いつくのは、簡単じゃない。ただ、追いつかねば、日本は先進国からこぼれ落ちる。次に、45歳以上じゃなくて、65歳以上で切り分けてみよう。一番上の薄い層が65歳以上なんだね。そうなんだ。65歳未満だけだと、微増というのは生まれてこない。やはり、高齢者の人口が増えている。高齢者の労働。ここに貧困も関係してくるんだよね。労働格差や貧困が原因とは言い切れない。労働に生きがいを見つけたい高齢者も多いんだ。単に、ボケ防止なんて、笑いながら働いている人もいる。ただ、必要に迫られて高齢者が働いた時に、そこに生きがいを感じられる社会を日本は模索している。そうだね。科学技術の前に、高齢者と労働というテーマで、日本は最先端を行くことになるんだね。実は高齢化は日本だけの問題じゃない。世界が悩み始めている。日本は全体的に労働意欲が昔より下がっている。その中で、高齢者の比率が1割を超えた。ここの噛み合わせがテーマになってきそうだよ。高齢者、シニア層、若年層、結局みんなで働くことになるものね。最後に、労働力人口の未来について触れておこう。こちらの日本の線グラフを見てほしい。20代後半の女性と、60代前半の女性。このグラフは何なの？生徒年齢で日本の労働力を、細かくグループ分けしてみた。明らかに、労働力への参加率が上がっているグループが2つあった。それが、20代後半の女性と、60代前半の女性なんだ。男性じゃないの？男性の参加率を調べても、さほど変化が大きくない。単純に高齢者の人口が増えているんだ。そうか、人口じゃなくて、参加率を調べているのね。高齢者が、労働力人口を微増させているのは間違いない。しかし、65歳以上の労働参加率は、男女とも、著しく上がっているとは言い難い。ただ、人数が増えているから増えている。一方、この2つのグループは参加率が極端に変化している。20代後半の女性は、9割近く働くし、60代前半の女性も、6割を突破。これだけ変われば、価値観や常識が変化してくる。日本政府の見解は、労働力人口は減少で一致している。生産年齢人口の未来を考えると、確かに厳しい。しかし、この労働力人口というのは、意外に複雑だ。社会の常識を変えるほど、働く必要が出てきている。女性は感じ取っているんだよ。
早めに働いておかないと大変なことになるって。悪く言えば、男性が当てにならない、ということなのかもしれないな。人口減少に伴う、常識の変化にも、注目していたい。少し、長くなってしまったが、今日はこれくらいにしておこう。本日もご視聴いただきありがとうございます。ご質問やご意見はコメント欄までお願いします。チャンネル登録やご評価も、よろしくお願いいたします。関連動画も表示しておきますので、よろしければご覧ください。それではまたお会いしましょう。見てくれて、本当にありがとうだぜー。